どの交換率に行けばいいの？はい、どうもカラボです。今日はですね、どの交換率に行けばいいのかっていう質問をね、たまにいただくので、お答えしていきたいなと思います。はい。まず、交換率。これね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、交換率についてご説明させていただきます。はい、パチンコはですね、まあ、1円パチンコとか低交換のお店もあるんですけど、基本的には低貸したもんですね、失礼しました。基本的には4円で玉を借ります。お店によっては消費税も入れて 4.36 円とかもあるんですけど、まあちょっとややこしくなるので、まあ、基本的には4円で借ります。1玉4円で借りるので、まあ、1回押して125玉を500円で借りるとか、1回押したら250玉出て1000円分借りるとかあります。はい、これをですね、お金に変えます。お金に変えると、正確に言うとお金に変えるっていう法律とはいけないので、金に変えて、その金を交換所に持ってってお金に変えるのが正しくいいんですけど、ややこしくなるので、まあお金に変えると言っちゃいます。はい、お金に変えるときに、例えば2500玉押して借りましただと、まあ1万円じゃないですか。1万円なんですけど、変えたときに9000円になったりだとかするわけですね。なので、その交換率っていうのがあります。2500玉ですね、あって、まあ、2500玉借りるのに1万円かかりました。 で交換しても1万円でもらえますっていうのもあります。これを、まあ、等価交換って言いますね。はい、でこれが、まあ、等価交換なのか 3.57 円になるのかとか 3.03 円になるのかとか、そういう違いがあります。はい、まあ、補足で言うと、まあ、28玉交換とか33玉交換とか言うんですけど、まあ、100÷28、 100を100から割って28だと 3.57 円交換で、100から33を割ると 3.03 ですね。 3.03 みたいな数字になると思うんですけどです。はい、っていうのが交換率になります。はい、で、まあ、前置きが長くなったんですけど、結論言います。結論は、低交換の店に行った方がいいです。はい、交換率高い店は基本的には難しい、そう思ってもらえばいいと思います。はい、その理由を説明したいと思います。ホワイトボードに書いてきました。どの交換率に行けばいいの理由ですね。1つ目、等価などの高交換だとお店がお客さんに還元する調整がしにくい。2、他のお客さんよりも有利に立ち回ることができない。はい、この2つですね。はい、これどういうことかと言いますとですね、高交換だとお客さんに還元したいと、お店が還元したいと思って釘開けると本当にかなり持ってかれちゃうんですよ、想像しちゃうより。で、お客さんからお店がもらいたい、回収したいという時にかなり厳しい挑戦になっちゃうんですよね。はい、なので、まあ、基本的には等価交換だと調整が難しい、釘とかがかなり渋い調整にあると。まあ、設定付きパチンコでも設定入れる率も低くなると、そういうことです。はい、で、まあ、他のお客さんよりも有利に立ち回りができないっていうのが、これね、まあ今日ちょっと説明するとまたさらに長くなっちゃうんですけど、いかに他の人と差別化するのが大事なんですよ。はい、例えば会員カードを作るとか、出玉を作ってより多く回すとか、回る台をね、掴んで、はい、これの差別化がしづらくなっちゃうんですよ。等価交換の調整は本当に水あのかなり厳しいです。はい、なので基本的に等価交換は難しいということが言えます。はい、僕たちもね、まあ、今全国約20カ所ぐらい行って旅打ちっていうのをしてるんですけど、このね、等価交換 OK ゆるの地域っていうのがあるんですね。都道府県っていうのがあるんですよね。都道府県によってルールが違うんですけど、でこの等価 OK の地域は基本的には行かないようにしてます。厳しいって分かってるので。はい、だからちょっとね、等価交換 OK の店の OK の地域の方はかなり難しい立ち回りになるなというふうに思います。はい、で、まあ等価 OK でも、まあ等価非等価低交換にしてるお店とかもあるので、まあ、そういうお店を探してもいいなというところです。はい、お店によってね、あの交換率とかは全然違ったりするので、そこは調べる必要があります。はい、です。
ただね、僕らも、まあ、東海沖縄地域だと分かっていて行ったりすることもあります。石川県は、まあ、東海交換 OK 地域だったんですけど、グランドオープンしてずっと釘が開いてるっていうのを聞いていたので、専業さんからそこに僕たち2週間2人で行って、まあ、50万ぐらい稼いだりとかで、ちゃんと期待値も詰めてっていうことができたので、まあ絶対にダメってわけではないんですけども、基本的には厳しいと、そういうふうに思ってもらえればいいなと思います。はい、あと、まあ神奈川県も東海 OK なんですけど、まあ奈良のつくしで某有名店に行ってかなり空いてる台があって、期待値もしっかり取れてということもできたので、まあ一概に絶対に行くなとは言わないですけど、まあ、基本的には僕らも避けてるぐらいな感じです。はい、では今日お話ししたことをまとめたいと思います。東海などの高交換に行くのは基本的には難しい。はい、なるべく低交換のお店に行った方が勝ちやすいです。はい、まあね、これね、低交換のお店に行ってもみんなと同じように、例えば、まあすぐ当たってやめちゃうとか、ちょっとまあサイプレイを使わないとか、そういうことしちゃうとあんまり意味がないんですけど、基本的に低交換の方が、まあいい台が取りやすいと、まずそれだけ覚えておいてもらえればいいなと思います。はい、で低交換の店に行ってどう立ち回っていくかっていうのは、これかなり大事なので、これはまた必ず別の動画でアップしていきたいと思いますので、見ていただけたらと思います。はい、以上、今日のテーマ、どの交換率に行けばいいの、お伝えしました。はい、以上です。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。